はい、どうも皆さんこんにちは、藤尾と申します。今回からこのゲーム、マジカルマンイトアというゲームをやっていきたいと思います。3ゲームですね。いやー、まあ、このゲーム有名なんで、あの某人気実況者の R さんがねやってたので多分ご存知の方も多いと思いますが、今回ねどうしてもこのゲームやりたかったのでやっていきたいと思います。はい、でちなみに自分はちょっともうこのゲームすでにキプレイで一周クリアしているので、まあ内容は知ってる状態からスタートというわけでよろしくお願いします。はい、じゃあニューゲーム。まあこのゲーム知らない方もいると思うので簡単に説明すると、なんか死者なんて言えばいいんだろうね、自分がね死者となってやり残したことをねやるためにまた現世に戻っていろいろと行動していくような感じの RPG なんですけども、あなたの誕生月を教えてください。5月。はい、いやーこのゲームそう BGM といいさ、なんだろう、世界観といい、すんごい僕のなんて言うんだろうね、もうドンピシャ来たんでやるしかねえと思ってやっていきたいと思います。一番大切にしているもの、なんだろう、絆、夢、記憶、運命、慈愛、時間、勇気、信念、思想、平和、功績、富、健康、言葉、まだない。なんだろうな、まあ、すべて俺に当てはまってるっていう。ダメだな。真似してるって言われちゃうからな。ほんとね、どうしよう。大切にしてんの。信念かな。はい。戦闘の難易度、さっき一周クリアしてるって言ったと思うんですけど、その時はねノーマルでクリアしたんですよ。なので今回はハードでいきたいと思います。大丈夫かな。敵の能力値が 1.5 倍になった代わりにレアアイテムを獲得できるようになりました。獲得確率が 50% を超えると戦闘 BGM が変化というわけで、物語には実在する地名や人名等が登場しますが、これはフィクションであり実際のものとは関係ありませんと。さあ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 、もうこのね夕焼けさんっていう方が作ったゲームなんですけど、いやほんと素晴らしいのよ。いちいちグラフィックとね BGM といちいち何から何まで素晴らしいんですよ。コウスケ主人公ですね。なあ橘、花なのにセミの声が聞こえるってやっぱりおかしいよな。やっと聞こえたんだね。これは多分どっち選んでも変わらないと思うので、あれみんなどこに行ったんだ。早速ぼっちかお前置いてかれてるやん。これは一体、なんか来た。うわ何する、やめ最後まで言わせてやれ。というわけでいきなりなんか変なやつ来ましたね。何なんだこいつ。バーサスを選んで戦闘開始しよう。はい、というわけでこのかっこいい BGM が流れた中でいきなり戦闘というわけなんですが、とりあえずね攻撃していきましょう。落ちたもの、ダーストっていう敵がね出てきましたね。次に戦闘のパラメータを確認しよう。 TP 緑は固有技を使用するために必要なポイント、このゲーム固有技と MP と HP で分かれていて、まあ、固有技っていうのがまあ必殺技みたいなもんなんですけども、それを使用するためにポイントが必要でそれを貯めていくと。で、まあ、HP 尽きたらまあ当然のようにゲーム終了で、 MP はですねなんかスキルって言って必殺技とはまた別に技があるんですけど、それを使うのに必要な数値というわけで、 HP の残量に気をつけながら相手を倒せ。ゼロあれここゼロなんだっけ、ダメージ与えられないんだっけ。ちょっとハードモードだからか分かんないけど、あそっかそっか、アタックとかスキルとかガードの右側にプラス1プラス2プラス3ってあるじゃないですか。これが TP の溜まる数値なんですけど、
まあ攻撃当てられないということでガードにしていきましょうか。うん、ガードすると3溜まって、お、誰か来た、誰だ。そうで、TP の欄が今21なんで、ここでスキルを使っていきましょうか。で、このさっきも説明した通り青色のところが MP 消費、弱者の盾っていうのがこれ MP5 使用して使えるやつですね。でこっちがネガストロークとバタフライトっていう攻撃技なんですけど、これが TP 仕様で使える必殺技ですね。じゃ早速なんでネガストローク使っていきましょう。防御力無視の貫通ダメージ小プラス睡眠を与える、いけ。で、こっちの誰かよく分かんない人はとりあえず攻撃できましょう。はてはなはてなはてな攻撃374 めっちゃ強いっていうね。ネガストローク200ダメージ、なかなか強いな。 TP は戦闘ごとにリセットされ、戦闘中の行動によって増えていくと。そうですね、さっき説明した通りで5体内に TP をうまく貯めてネガストロークを使ってみよう。今使っちゃったなんだ、今使えばよかったか。ガードで攻撃でいきましょう。まあここはね、なんかチュートリアルみたいな感じなんで、この女の人に勝手に倒してくれるような感じなんで、コウスケはガードガードガードで身を固めて、はいはい、じゃあネガストロークいくか。で、こっちは攻撃で、いや BGM かっこよくないですかこれ、戦闘中の。本当にもうここで俺度肝を抜かれたわ、初めにプレイした時。てかその某人気実況者の実況を見た時にね、セカンドエンド、はい、というわけでこの女の子が全てをやってくれるというわけで、お悔やみ申し上げます。狭間康介、男性、去年17歳。大変残念なことですが、狭間様はすでに亡くなられています。ここは死者が迷い込む、うん、今日噛むね、いつもか。ここは死者が迷い込む場所、狭間の世界。あ、そういうことか、最近こんな夢ばっかりなんだよな。私はあなたのような迷い人を導く案内人。今度は死の案内人かい？死の案内人。ええ、死神のようなものです。名前は？特にありませんが、強いて言うなら、女死神でしょうか。そう呼ばれてきましたので。嫌じゃないのか、その呼ばれ方。差し支えありません。狭間様もどうぞお気遣いなく。はい、というわけでなんか、急にいきなりお悔やみ申し上げますっていう不吉な言葉から始まります。そうだな、じゃあ目が覚めるまでよろしくね、女神さん。お気遣いありがとうございます。それで俺は何をすればいい？あなたがここへ来た理由はまだ分かりませんが、あなたは何かに囚われています。それは生への執着か、成し得なかったことへの後悔か。当然だけど心当たりなんてないぞ。あなたは時間の制約から解き放たれました。今の狭間様を束縛するのは猶予のみ。猶予が尽きる前に全てを清算してここを旅立たれることを願っています。はい、一応聞いておこう。その猶予とやらが尽きたらどうなる？猶予が尽きて執着心に支配されてしまった境界人は自我を失い、落ちたものとなってここをさまよい続けます。さっき出てきた敵だね、ダーストっていうあれになっちゃうと。そうなってしまいますと、もうここを旅立つことも転生することもできません。なるほど、じゃあもたもたしてあんな風になって女神様に経営されて幻想ばかというわけですね。はい、まあそれも悪くな。お言葉ですが狭間様、これはゲームではありませんよ。もちろん夢でもありません。まあ女神様がいればダーストは怖くない。案外楽にいけそうだな、さっきめっちゃ強かったからね狭間様、言い忘れていたことがあります。私は限られた行為しか許可されていません。境界人に説明が終わった後は戦闘過程に介入することを禁止されています。ですので先ほどのようにお手伝いすることはもうできないかと。なんだそのハードモード、
現実はそんなに甘くないってことか。いや現実じゃなかった。さっきからやたらリアリティがあるんだよな。早く終わらせよう。終わらせて楽しい楽しい春休みの続きだ。第1章うずきと無限というわけで始まります。マジカルマン糸はやっていきましょう。というわけでここがまあコウスケはねまだ夢だと思ってるんですけど、一応死者の町っていうのかな、教会人の集まる町。ここにいる常連は諦めた奴らや。まあワイもその一人なんやけどな。言うても自分死んでもうたんやで、今さら何をせえと。このままユイヨっちゅうのが来て消えた方が楽やで。絶対楽しくやって派手に消えたらええねん。うん、教会人と知り合った。アイテム悪魔の雫。このゲームこうやってね誰かに話しかけたりするとアイテムがもらえることがあります。悪魔の雫、霊魔の雫か。 MP を25回復というわけで、ハードモードなんでね、ちょっとアイテムはバンバン拾っていきたい。でちょっと話しかけたりいろいろやっていきたいと思います。猶予が減ると髪は、白髪に白髪に近づいていく。自分がイメージした色に変化しながらね。君はまだ黒いから来たばかりということだ。僕はなぜ緑なのかって、それは植物が好きだからだよ。ほうほう。アイテム同じだね。さあさあこっちに行って、お見覚えのある女性、もしかしてコウスケ君。あ、お久しぶりです。峰岸先生、懐かしいわね。おお、小学校の時の先生か。死んじゃったのか。マジか、早いな。でもちょっと待って、あなた何かの間違いでしょ。何があったの。それがよく分からなくて気がついたらこうなってたと。それにしたってね、二人ともこっちに来るのが早すぎるわ。エースケと会ったんですか。ええ、一度だけね、だいぶ前のことだけど。今はどこに。分からないわ。でも見かけないということは旅だったのかもしれないわね。そうですか、ありがとうございます。心細いかもしれないけど頑張るのよコウスケくん。はい、それではまた。というわけで希望の雫アイテム、はいはい、戦闘不能から復活させると。ほう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 。おばちゃん、コンフィグばあさん、操作方法ね、ここは大丈夫かな。八方美人、8方向に動くか4方向に動けるか選ぶことができます。8方向に一応設定しておきましょう。でダッシュ構造、ここがねこいつ便利でさ、スピードを選ぶことができるんだよね。最速ダッシュでいきましょう。これでダッシュが、ね、めっちゃ速くなるこんな感じになります。はい、ここはおせっかい女子高生、スキルゾーンを手に入れたら装備してみてね。 MP 消費のスキルが使えるなるよ。これが、MP 消費で使える技のなんか説明ですね。戦闘ボイスありでいこう。ちょっとかっこいいじゃん。話しかけていこう全員に。どうやら執着の対象と執着心の大きさで我々の能力が決まるようだ。私は金に触れる。私が貯めた金は誰にも使わせはしない。私だけの金だからな。一人で全部使い切ってやるぞ。ふはははは。金の亡者。聖者に憑依したいんだけど、相当な執着心が必要なよね。ダーストの先輩特許ってやつ。派手めな教会人。うんうん。なんかいろいろ、やっぱり死者にもいろいろな人がいてさ。面白いよね。他の人はどうしてるかって。みんな自分のことだけで精一杯なのよ。生きていても死んでいてもね。遠くを見つめる教会人。こっちのなんかクールポコみたいなおっさんはなんだ。あんたも現世に戻りたい口かい。やめときな、どうせ戻ったって何もできやしねえ。男は黙ってって感じか。ガタイのいい教会人。はいはい、こんなもんかね。で、こっちにいる人がね、満ち足りた顔をしている。はい、というわけでなんかやり残したことを終えるとここに行ってこの先のステージに進めるという感じのところでございます。さあさあ、じゃあとりあえず先に進んでみましょうかね。女神様、狭間様がやり残したことはおそらく現世に心向くままに参りましょう。女神に励まされた。さすが女神様、300円くれた、優しい。現金か、
お金あるんだね、一応死人にも。ゲートの先は人によって違うみたい。一番強い思いが残された場所みたい。そこのうるさいのはどうやらゲートの番人。ほんほん、静かに畳みかける教会人。はいはい、こいつか番人。うん、君も現世に戻りたいしね。なんだこのクロちゃんみたいな喋り方は。死ねってなんか言ってる、なんか地味にね。いいっしょ、現世にね。それにしてもえらく簡単なんだな。ん、表紙抜けしか。じゃあなんかそれっぽく試練とか挟んじゃいますし。何時、我は蜃気楼の門を守りし門番なり、ここを通して欲しくば我を倒し。いや、なしで。ですよね、行ってらっさい。じゃあね、クロちゃん、嘘ついた、おつ。難易度とボイスの設定、ああなるほど、はいはい。じゃあ行ってみましょうか。では参りましょう。このフラッシュバックする感じ俺好きだわ。そして波の音。ここって岬だよな。音は聞こえる、風も感じる。確かに感じている。なのになんだろう、この不思議な感覚は。教会人は死者ですが、感覚は聖者のそれと同じです。お邪魔してすいません。今日はもう誰か埋めてたらどうすん、リア充爆発しろ。お前らこんなとこでお前何イチャイチャしてんだよ。大丈夫だって、この時間ほとんど人来ないしさ。見てますよ、僕見てますよ。二人はコウスケの存在に全く気づいていないようだ。聖者は死者を認識できません。できたとしてもそれはごく稀な。メガイ様、もうそういいよ。あ、もういいよ、そういうのは。見えてないんだね、向こうからしたら。感覚はあるけど動かせない。物を動かすことはできませんよ、なぜなら。もういいって言ってるだろ。申し訳ございません。なんだよこれ。そうです、狭間様のお姿が水面に映ることはもうありません。これじゃあまるで死んでるみたいじゃないか。きっとこれは悪い夢なんだ。夢に違いない、そうだろう。なんとか言ってくれよなあ。私はここでお待ちしています。狭間様の今日が有意義でありますように。くそ、目の前の現実から逃げ出したくて気づけばキビスを返していた。とにかく事実を否定する何かを見つけたかったんだと思う。さあ始まりました。というわけで、いやー、ここの BGM が本当に好きなんですよ。このマップ選ぶ時のグラフィックとさ、 BGM 良くないですか。というわけでやっていきましょう。ここが現在地、岬ですね。で、選べるのがこっち、狭間家、コウスケの家。ただいま、お母さん。ただいま、これが姉貴だね。お母さん、姉貴、俺だ。お母さん、また寝られなかったでしょう。そういうあなたもね。姉貴、母さん。なんだよこれ、見ていられない。いたたまれなくて2階の自室へ向かった。階段のきしもとは聞こえなかった。片付けたのか、綺麗すぎるだろう。カレンダーも変わって4月。待てよ、昨日は3月24日だったはずだぞ。死んでから時間が経ってるのか。お父さんは仕事か。良くも悪くもいつも通りね。 A ちゃんの時もそうだった。このさっきの
狭間の世界にいた先生も言ってたけど、この A ちゃんっていうコウスケのなんか知り合いっていうか、まあこの会話見ればわかると思うけど兄弟なんですよね、コウスケの。うん、エースケも亡くなっていると。すでに本当は参ってるのよ、見せないようにしてるだけなの、分かってあげて。はは、何か悪いことでもあったんですか。うん、分かってる、買い物行ってくるね。ええ、気をつけてね。うん、やはりドアをつかむことはできない。その代わり開ける必要もなくなってしまったが、ラスター、ラスター、俺だ。お前、俺のことが見えるのか。ラス、やめなさい。クーンかわいい。犬ってやっぱこういう幽霊って見えるんですかね。うーん、なんかこういう描写も俺好きだわ。こんなに吠えるのも珍しいよね。何もないところに向かってどうしたのよ。まるで幽霊でも見たって顔じゃない。ってバカげてるわね。クーン、かわいい。また来るよ。はい、いやー、いたたまれないな主人公マジで家族に気づかれないってさ、かわいそうだよな。で、死んだ原因もまだ分かってないんだよね、主人公自体が。はい、というわけでもう一回岬に戻って狭間の世界かな、行ってみましょう。女神様、お帰りなさい。狭間様、休息を取りたい場合は狭間の世界に お戻りになってください。境界人は夕方の現世に降り立ち、夜が来るまで過ごすことができます。時間経過による制約は何もないので、慣れるまではこまめに戻りましょう。セーブは狭間の世界でしかできないと。はい、狭間様、この場所は。いえ、失礼しました、何でもありません。300円、お小遣いくれるね女神様お金はね、まあいろいろ後で使うんで、お金も話しかけて積極的に取っていきましょう。というわけで時間がねちょうどいいので、パート1ここら辺で終了しましょうか。というわけでこういう感じのゲームです、本当に素晴らしいんで、パート2も引き続きよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です、失礼します。